先ほどより大物を制裁だから各国の事情についてご紹介いただきましたが、私たちの南モンゴルにおいても同じような深刻な人権侵害を神側から続いております。その内容について今日は詳しくお話しする時間がありませんが、一つだけははっきり言えることがあります。それは自分たちのことは自分たちで決定するという当たり前のことすらなし、民主化を実現した民主化を実現しない限り、これらの問題を根本的に解決することはできないということです。東アジアの全ての国際政権が圧倒され、全ての植民地が独立し、全ての国が民主化されない限り、私たちの権利や言語、文化を守ることはできません。現在南モンゴルのモンゴル自治区、内モンゴル自治区の中でごく少数派になってしまいました。自分の言語、文化、経済的にも侵攻されます。まるで今日のことが言うと、私、中国の植民地に話していました。私たちも今日も自分たちで自分の自治権を求めて、自分たちの自由、国を作り、国際社会の中で対等な関係を作り、一緒に対応していきたいと考えております。私たちの南モンゴルの本人は最後まで絶対に負けられません。いつの日か南モンゴルのモンゴル人の自由が実現し、自治権が実現され、国家が建設されるとき、私たちは友人として南モンゴルのモンゴルとして南モンゴル人を応援してきた皆様を心が感謝する気持ちで永遠に忘れることはありません。すなわち皆様、今日は本当にありがとうございます。